すごい似てるんですけど、こっちがえのきって言われる葉っぱになります。なんかよく実がなると鳥とかがいっぱい取りに来るので、餌の木って書いてえのきとかって言うんですけど、そのぐらい結構他の動物も好きな葉っぱと、これがムクって言われる葉っぱなんですけど、この葉っぱは鮮度が大事なので、半日ぐらいするともうなんか、から餌をあげる直前に飼育員が園内で切って取っていきます。この他に大体年間で30種類ぐらいの葉っぱをチンパンジーは毎日食べてます。食べないで。なんか今日あんまり人気じゃないですね。その子によっても好みの葉っぱがあるので、向こうの子はよく食べてますけど、こっちの子はなんか、あ、でもあの子持っていきましたね。あの子食べました。ちっちゃい子？ちっちゃい子はね、食べた。葉っぱ類のじゃん、どんどん出てないの。そうですね、園内広いのでいろんなところにこういう木があるんですけど、それがなくならないようにこう、うまいこと。あんまり取っちゃうとなくなっちゃうので。ただ、この木は中にもあるんですよ。中にもあって、中も取ればいいじゃんと思うんですけど、なんかやっぱりこう、人からもらう方が、ここのチンパンジーは嬉しいみたいですね。立ってるね。子供たちは上に登ってったりするんですけど、もう大人は面倒くさがって登らなくなるんですよね。あ、そうです。よく動くのは子供たちと、あとは少年の心を忘れない僕だけです。眠りかしいですね。もう大人の子たちはもうのんびりしながら、面倒くさいことはなるべくしないっていう感じで過ごしてます。後ろ姿とかだったら姿勢が違ったりとか、あと身長も違う。何見てるの？あれ。大きいんだって、チンパンジーの量。
長い。なんかいた。お猿さん。お猿さんいた？お猿さん。ん？どこに？あ、本当だ。お猿さんの居場所は書いてないよ。お猿さん？今どこ行った？ここだ。ん？まだここじゃん。ここ。なんかここだ。今ここで遊んでたんですよ。これ見て、ここに良かったの。滑りで。こっち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 だよ。こっちだよ。まっすぐ。ちょっとやばいってやつか。ちょっと人がいるから、ちょっと一緒に。いやね、見えてる。見えてる。